わかった。早く降りてきてね。よく寝た。夢じゃなかった。お姉、ご飯できてるよ。ごめんね、イオリ。お母さんまた寝坊しちゃって。いいよ、いいよ。疲れてるんだから、ゆっくりしてて。せめてこれだけでも飲んでいきなさい。あ、あとお砂糖ね。ありがとう。いただきます。あ、暑かった？ううん、平気。そう。なんだ、ヨシフミ、友達か？なんでもない、いきなり覗かないでくれよ。出かけるとこか、姫子。見ればわかるだろう。不愛想なやつだな。んなこっちゃ彼氏できねえぞ。こい。おはよう、太一。まだ眠そうだね。お前は毎朝テンション高いな。太一みたいに夜中までプロレスとか見てないからね。おはよう、稲葉。なんだ、お前ら待ち合わせでもしてきたのか。違う違う、今会ったとこ。お、ゆいと青木もおはよう。おはよう。おはよう。もうすぐ10月だってのに、暑いね。俺はこれくらいでちょうどいいな。お前は季節の変化に鈍感なんじゃないのかな。そうだな。俺たちが通う私立山星高校では、生徒は必ず部活に参加しなければならない。しかしアウトローはいつどこにだって、そこに集団がある限り存在するのだ。例えばそれはプロレスをこえなく愛し、入部届にプロレス研究会と存在しない部活を書いてしまう俺であったり、例えばそれは可愛いものが大好きで、すでに消滅しているファンシー部に入部を希望した桐山由衣であったり、例えばそれは遊びサークル部なる部活があるという噂を信じ込み入ろうとした青木義文であったり、例えばそれはこれだけいろんな部活があると選ぶのも面倒だし、逆に運を天に任せた方が新鮮な驚きと感動に出会えるのではないかという理由で部活を担任に一任した永瀬伊織であったり、例えばそれはパソコン部に入ろうとしたが、たちまち部長と衝突し、別な道を模索した稲葉姫子であったり。あれ、
まだ稲葉だけなのか。見ての通りだ。つまりそういう行き場のない1年生が5人より集まって結成されたのが文化研究部、略して文献部だ。太一はもう次の文献新聞に載せるネタを用意できているのか。もちろんだ。タイトルはブレーンバスターの落とし方に見るプロレス史。ブレーンバスターは背中から落とすのが一般的と言われているが、実は脳天から落とすのが元祖であって。もくせ。いや、そっちが聞いたんだろ。私はネタを用意できたか聞いただけだ。それ以上の内容言及について頼んだ覚えはない。つうか聞きたくない。相変わらずストレートだな。チース、遅れました。で、タイチとイナバンだけ。ああ、桐山も青木もまだだ。ぜー、せっかく階段ダッシュして来てやったのに損した。イオリ、別にいいじゃん。俺もいるんだぞ。ひとちらにつき120。金取るのかよ。その割には良心的な価格設定だな。永瀬の次のネタは何なんだ。文献新聞に足りないものについて考えてたんだけどね。エロティックでデンジャラスな成分が足りないという結論に至りました。誰も私らの新聞にそんな刺激は求めてねえよ。たまにはそういうのもありだと思う。てなわけで稲番、今度はエロにも挑戦。高一の純情な乙女にエロネタを書かそうとするな。記事は私が書くんだよ。稲葉はエロスを感じさせる写真を 1,2 枚撮らせてくれれば。嫌に決まってんだろうが。つうか、お前の方が美少女なんだから、そういうのに向いてるんじゃないのか。なんなん、私は脱いだらダメなアイドルタイプ。妖艶さみたいなのを感じさせるときは稲葉の方がいいんだって。妖艶さなんて高校生男子に需要があるとも思えんぞ。いや、案外大人っぽい魅力の方がウケるんじゃない。じゃあ高校生男子に聞いてみよう。俺？そうそう、大地は私と稲葉とどっちに脱いでほしい？どっちにって、そりゃ全男子生徒の意見を代弁すれば両方脱げということに。15時55分、八重樫大地、女子部員2人に対して服を脱ぐよう要求。え？稲葉記録した？もちろんだ。今月の編集後期はこれで決まりだな。一応言ったのは事実だから否定できないけど、せめて名前は匿名にしてくれないか。いや、してください。どうしたのかな。いや、やっぱ誰かに相談しようと思ってきたんだけど、なんつうかさ、いざとなるとやっぱりね。本当は話そうとすると結構勇気がいるっていうか。さっさと吐け。はい。実は俺たち昨日の夜、魂が入れ替わってたんだ。は？だから俺とユイの魂が入れ替わってたんだよ、漫画みてえに。おお、脳天からたき割り。フリーの割にボケがつまらん。ボケじゃないって、大真面目に言ってるんだよ俺は。それよりボケが滑ると稲葉に殴られるという事実の方が衝撃なんだが。ひょっとしてユイに振られすぎてドリームの世界に行っちゃったとか。ならわかる。お前ユイに何度告っても全然相手にされてないもんな。そういう話じゃない。ユイも同じ経験したんだからな。うん。昨夜夜中に目が覚めてさ、見回したら見たことない部屋にいて、鏡見たらユイの顔になってパニクって、で気がついたらまた元に戻ってたんだ。私も同じ。これは悪い夢だって思ったからすぐベッドに潜り込んで、気がついたら元に戻ってたんだけど、やっぱりあれが現実とかありえない。え？うん、ない、やっぱりない。青木、勝手に変な妄想に巻き込まないでくれる。いきなり裏切られた。あれはやっぱり悪い夢だったの。じゃあ
俺たちは同じような夢を見て、しかもその夢の中で入れ替わってたって時間の認識が一緒で、俺がパニクって部屋の中で動かしたもんも偶然同じように現実世界で動いてたって。そんなもの偶然に偶然が重なっただけよ。大体つまりはミラクルね。大体なんで私とあんたなのよ。まあそれは運命っつうか前世からの因縁っつうか。だからもうこのまま付き合ったらいいじゃん。なんで行き着く先がそこなんだ。そんなこと言い出したら嫌なのよ。イオリ、変態がキモい言いがかりつけてくるよ。はいはい、どうどう。そこまで嫌がらなくても。ああ、もうわけがわからん。お前らちょっとは頭を冷やせって言われても。俺たちにもわけがわからないんだよ。教室にノート忘れた。話をぶった切るんじゃねえ。どんまいどんまい。で、取りに行ってきてもいい？ここの部長はお前だろ。私の許可を求めるな。じゃあ話の続きはまた後で。稲葉も伊織にだけはお手上げね。伊織ちゃんなりの気配りかな。それとも天然？あいつはこれを狙ってやってそうだから扱いに困るんだよな。とりあえずお茶でも飲むか。永瀬の分も入れといてやろう。ああ、そうだ。え？何してるの？永瀬さん？